こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。お笑いリフォームエ営ママエちゃんでーす。よっよっよっ、まあ、笑ってる場合なんですけど、今日笑ってないですよね、それでも。後ろ。後ろ。 いや私、あのー、ダウンタウンが好きなんですけどねはい、はい、フリートークの質問でねシャンプーしてる時の背後に何かいる感じは何ですかっていう質問に、た、はい、っちゃんがリンスですって答えてたんですよね。はい、いやうまいなーと思ってやっぱり背後にいいるんだなリンスがと思いましてやっぱりね背後に柔らかく柔軟に仕上げてほしいリフォームでもそうじゃないですかそれがうまいのか、えー、どうなんだろう、後ろね、そう,そういうこと。 マグチ1800。そのキッチン、どうすれば倍？By、むつみさんからいただきました。ありがとうございます。お知らせです。リホナビブックリリースします。2023年12月25日、リホナビマップチェックシート。それから知っておくべきこと。こちら、22ページに渡りましたので、ぜひともしっかりチェックいただければと思います。では、早速行きましょう。リホーム工事前のサンウェーブキッチン1800。マンション38年。 いやーこの形のタイプ、よく見ません、マ一ちゃん。はい、もうこの真ん中に引き出し、うん、あと平地道っていうのはね、あとはまあ、僕もここ、見たことあるかな。はいでは、えー、実際見ていきましょう、現地調査の風景です、<laughs> 業者さん、OK だったんですね、ドン、これ、ちょっと目が半開きになってる、これ、な何やってるかよく分かりませんが、<laughs> えー、現地調査ど <laughs> これ、マ一ちゃん、解説してください、これ、なんですか そうですね、現地、あのー、調査にですねあの、ご縁結びですね。ご縁結びに私も同行してあの一緒に図面を見ながらあの打ち合わせをしているところですね。あなるほど配管を確認してくださいました舞 <laughs> ちゃんもうマルチですねさすが工事初日のお昼休憩時に撮った写真ですすでにキッチンが取り外されていましたこれね解体したらこういうふうにコンクリートが出てみますが解体前解体前 あこの形、もう一回見ましょうか。これ、こんな感じですよね。こんな感じで。で、解体後。下地工事、配管工事、タイルの上からキッチンパネルを貼る。これ見ていただくと、あ、このタイルが貼ってないところを、このベニヤで、えー、レベル合わせして、で、ここからキッチンパネルを貼る。配管、えー、配管ありますよね。こういった水、お湯。それから、この後にキッチンパネル工事となります。ちなみに、 <laughs> これ、イホナビ流ですね。お茶出し写真撮ってもらいましたね。休憩時間、クーラーボックス。え、こちらの方、自由に撮っていただけるように、飲み物と、お菓子。これ、え、甘、塩。なんかもう、これ、鉄板ですね。よく見ていきましょうか、これ。これ、ヤマ <laughs> さんおすすめの、ボス、ね、ブルー、あの、レインボーマウンテンかないろんなもの入ってる。それとちょっと、微糖のやつね。それに、これ、ジンジャーエールに、ブラックのコーヒー。なんか、おもてなしな、おもてなしこれ。おもてなしばあちゃん。 いや完璧ですね、コーヒーのブラック派の人からね、ね甘いのが欲しい人から、ジュースから、塩から甘いのから、もう全部入ってますね。いやいや、だから、微糖も入ってるんですよ。だから、普通の王道のレインボー、<laughs> もうこんなお菓子ばかりの話にしてても。<laughs> 当時2日目、キッチンパネルが貼られました、でこれもね、あの職人さん帰った後の写真だと思うんですよ、2日。で おそらくキッチンパネルを貼って釣り糸とレンジフード。だから順番としては解体をします、配管します、レベル調整、下地をします。それからキッチンパネルを貼った後に、貼った後にその上から釣り糸をつけたりレンジフード。だからこれキッチンパネルを貼って、これも貼り伸ばししてますね。これチェックシート通りですね。貼り伸ばし、素晴らしい。ディォナビ。で、この、えー、余ったその材料とかも大きい場所っていうのをちゃんと確保してくださいね。というのも最近の動画でもしてましたが、こちらもちゃんと打ち合わせ通り。 チェックシート、作業スペース、参拝置き場、生活に必要なものはちゃんとどけておく。そんなところではないでしょうか。洗面も見ましょう。リフォーム工事前の洗面台、ドンうん。やっぱりこう雑然としますよね。オープン台のところ。オープンのところにこういろんなもの、えー、置いてしまいます。さらには扉は剥がれてる、めくれている。 洗濯機横。あの左チラッと見える、えー、洗面所代の横の洗濯機の上。ここもやっぱタオル類とかいろんな形でね、これホームセンターにあるようなものとかありますが、こちらも棚を作っていただく予定だということ。では、行きましょう。ビフォーアフター。あの1800キッチンどうなったキッチンちっちゃくても大丈夫。ドン。マジじゃん、これ。ねこれ、はい、上と下。 色が違うし、キッチンパネル、正面がなんかかわいいモザイクタイル調で、なんか釣り糸の下のところに、なんかこう、アイレベル収納ありますね。じゃあ、一つ見ていきましょうか、うね、とうとうザ・クラッソキッチンの長さは、元あった1800から1950、これ、左の壁ちょっと壊したんですけどさっきちらっと壁があったように見えてましたけれども、1800、壁に囲まれていた、覚えてます、はい 左はオープンでした。なんか伸ばせたんだよ。はい、あ、伸ばせた。あ、いいですね。なるほど。じゃあ、一つ一つ見ていきましょうかね、この1950。まずは、天板はステンレスなんです。念願の食洗機。で、クラッソ、トートクラッソもいいのね、これね、コンロの、まあ、トートのキッチン全部にあの、そうなんですけど、2段引き出しになってるんですよ。だから、これって上のところだけだったら、フライパンとか卵焼き器とかね。 だから、通アクションならないんですよ。で、綺麗に整理整頓される。これ、山田さん、とっても、あの、いいなと思っているのと、あとね、込み収納じゃないんですよ。込み収納取り出しにくくないですかという形ですよ。こうよく、あって。ね、クリナップの場合は、込みのところは手を入れないといけない。床のところに手を入れないといけない。で、その点は、まあ、あの、ラクエラーはいいんですけれども、こう上に行けるんですけど、これ、ハンドルがちゃんと上に開けやすい。というところは大きなポイントかなというふうに思うんですが、まずはここですよ。 念願の席ドン。フロントオープン大量ねこれ引き出しタイプだと上から入れていくのでああもう一回これも落ちたらちょっと全部出して入れ替えないといけないじゃないのっていうことがあったり、えー、みんな全部まとめて本じゃ入れないといけないからまだ入れれないなと思うんですがこのフロントオープンであれば。 入れといても横から入れれるんで、後から追加追加。そして大容量。これがやっぱり大きなポイントではないかなというふうに思います。さらに洗いかご方式という形で、このラック自体はそのままシンクの方の水切りかごに持っていけるというのがポイントかなと思います。リンダイフロントオープン食洗機、毎日使っています。最高に楽しいでしょうね。うん。コンロ横のスパイスラックも気に入っています。油類や 朝主人がお弁当作りで使うものをまとめて入れていくああこれねこれ引き出しこうなってますけれど、うん、こんな感じで、うん、たっぷりですねこの引き出しのところもね9800、はい、が1950になってもいいしちょっと今気が付いたのが TOTO っていうことは除菌水なんですねこちらね除菌水ついてますね除菌水ついてるでタッチですええー、なるほどいいじゃないですかアイレベルラック上段に調味料うんうん そして下段にその調理したものが仮置きどけてしかも畳める非常に気に入ってます真木さんそうですよねちょっとしたものちょっとカウンター18001950の大きくなったというまだまだ狭い調理器できるの嬉しいですねあの一番下の下段のところにねいやあの最近でもショート動画でちょっとあったんですけどやっぱりねこう少しでもねスペースを工夫するっていうのこのアイレベルは本当に重要ですよねお上手で、ね、うん いい感じでさらにこんな感じです照明もつくんですねあ,あいいじゃないですかもうあ上上は綺麗だな釣り糸の色とねこのツートン最高ですね、はい、でこれ手がかりですね手がかりちょっと手がかり,がかり扉が長いんですねそこいたかちょっと上がってるああそうですねはいこんなんで,す、ね、でキッチンパネルあれコーナーのところは チェックシートキッチンパネルの長ささっき張り伸ばし、どこまで伸ばすの見切り材はコーキングなの見切り材ジョイナー、うん、それの位置、端っこはそうだけどコーナーはその色とか種類とかそういったことをチェックシートで打ち合わせ確認しときましょうとありますよね。うん、リクシル洗面化粧台クレミー75。これね、いいなぁと思ってショールームの前、うん、リクシル見に行きましたけれど、うん、で、ね、これ、うん、ね、ね うん、あの水あかつかないあの上から水栓が出てきてこれもタッチレスですよねであれえっ間違ってつけたあ本当だ外側に収納ができてますねえっ、ー、ほらこれちょっとどういうこと通常左側にセットする内側にねその通るキャベットそのまま逆につけて 右側につけていただきました洗濯機からの棚の出し入れができるようにしましたこれで下に散らばっていた洗剤類がここに収まりますだから洗面化粧弾の収納じゃないんですよまい<あ>ちゃんこれねすごいアイデアだと思いませんめちゃめちゃ新しいですね思いつかなかったですね<や>これ洗濯機こっちだったらこれありでしょうあそういうことねであの洗面側はちゃんと拭けるパネルで処理してましたよねそう後で出てきます 洗濯機の上の段に2段の棚をつけていただきました。タオル類を置く棚。ね。ってことは、あの左側に見えるのが、あれ、洗面化粧台の逆側にしてる。だから、洗面化粧台、洗面化粧台でいいんですよ。で、横の棚はあれを逆転させる。いやー、これは思いつかなかったなこれ、うん。ねえ、すごいこれ、めちゃくちゃいいじゃないですか。これすごいですよで。で、こっちがどうするのって言ったらね。 そうキャビネットじゃねやっぱりこう化粧しましょうということで通るキャビネットの洗面台側つまりこの部分ですね通常キャビネットのその普通のホワイトのその板のところにマグネットパネルを貼っていただき水はね対策しました賢いえかマグネットだったらここマグネットで貼れるっていうことでしょそうですねここねマグネットお手拭きとかもね お手拭きね <laughs> タオルバって、ね、いいんですけど、お手拭きってなんか居酒屋さん行きそうだけど、<laughs> このカムシルバーのマグネットパネルの色合いがとっても素敵で、いつ <laughs>、うん、もほれぼれして、いや、綺麗この光の反射もね、うん、綺麗ですね。で、こっちね、この浴室<お>ドアの入り口の、ここはタオルとかかけとく、ド、ね、<あ>アの横と洗面台の左側にはパールホワイトの、こっちはこっちは今度はパールホワイト。い,いや、いいですね。うん、めちゃくちゃおしゃれ。<laughs> いい。これシルバーいいですね。キャビネットの下の引き出しは左右どちらからも出し入れができて便利です。だから上はね、こっち側だけだけど、こっち側は両方入れれるから、ね、どっちのもの入れてもいいじゃないですか。すごいな。<laughs> 水栓と鏡の間にあるスマートポケットは化粧品の細かいものが収納できてとても便利です。松浦さんがオプションなプレゼントしてくださいました。<laughs> すごい。さすが。すごいな。 これめちゃくちゃ素敵、うん。最後にキッチンパネルの白のジョイナー綺麗ですあのだからやっぱね TOTO のこの前舞ちゃんも言ったんですけどこれジョイナー奥の部分ちゃんと TOTO はジョイナー派ですよねどちらかというとリホナビ派ですよねそうですね TOTO しっかりジョイナー入ってましたよね,ねキッチンパネルとテインターのコーキング剤の色もグレーにしてくださいましたこれもチェックシートですね 洗面のキッチンパネルは、舞ちゃんにアドバイスいただき、決めました。かわいい、光みな、かわいいタイルから。舞ちゃん、色の提案。かわいいじゃないですか、これ。そうですね。いろいろ、あの、LINE でやりとりしてね、どれがいいかな、あれがいいかな、っていうので、一緒に考えましたよね。うん、これ、綺麗だな一つ、一つ気にえ、気づきがありました。釣りと棚下のえ段に10センチとどの底上げがついていって。で、えー、こちら、収納が狭くなります。あ、ほんと。 ね、こ,うここの収納のところとよりもっと下のところが全部オープンになってたり、ね、電線のむき出しになると聞いて、えー、いました。なるほど。えー、ここだけ、後悔です。えー、釣り戸棚を60センチにすればよかったです。だからこれね、要はあの、開けて、この、なんていうんですかね、あれ何があるかっていうと、照明あるじゃないですか、照明の配線通すということですよね。あそもう塞がってるんですね。彫り込みになってるのかなと思いますが違うんですね。 うん、だから、うん、掘り込み照明とかだったら中につけるの分かりますけどねまあ知らなかったですね、これは。うん、よく、うん、なんかもったいない感じしますけどね、ここの部分は。うん、じゃあ、どうすんの,のと思ったらどん、ここ、おまけ、底 <laughs> 上げにスペースにラップ類が収納できました、さすが主婦、プロ、ね、こういうのはやっぱり、ね <laughs> ねね、た,ただでは転ばないぞ。 リフォームアンケートもいただきました。見ていきましょう。トトキッチンの理由気になりますよね。ショールーム巡りはどこを回って結果的にトートになったんでしょう。クリーナップでしょタカラでしょリクシル、トート。これ、山さんおすすめする、まあ、4つのメーカー全部回りましたね。ここにトートが入ってきたっていうのもちゃんと見てもらいましたトート見るべき、あの、一つのキッチンですよ。 はい、で、とうとうの、あ、パナソニックもあれですけど、まあ、うん、どちらかというと山田さん正直言うけど、パナソニックよりとうとうどっちかかなっていう感じでもいいかもしれませんが、とうとうのキッチンは組み合わせが全て自由で、このランクにはこれは付けられないという制約がなかったこと。うん。そう、自由が効くんですよね。で、自由の、えー、自分の付けたいアイテムが全て揃っていたこと。基準設置チのアイエリアボックスも気に入りました。え、うん、除菌水、タッチレス水栓、フロントオープン食洗機。 この辺じゃないですか山さんもこの辺かなと思いますね。標準の色、扉の色が良かったこと。あ、気に入ったんですね。で、除菌水が、えー、時代に合っていたこと。で、水道水以外が標準でタッチレスだったこと。で、臨大、国産のフロントオープンの食洗機が付けられたこと。使う側に寄り添って製品が作られていると感じたからです。あの、引き出しのところなんかほんとそうだと思うんです。結構未収納じゃなくてね。うん。陸州の洗面に決めたのは、見積もり時にこちらの希望すべて、 盛り込んでくれたからです。だからやっぱ自分があれも欲しい、これも欲しいと思うけど、なかなかね、それに対してメーカーないよっていうんですけど、結構自分が欲しいものがたまたまそのメーカーにあったような感じが基地も鮮明もあるかなと思います。業者選びはどうしたの両ナビで紹介して、えー、いただきました。ご縁結びですよね。で、業者の決め手は、営業さんの松浦さんが同世代だったこと、こちらの立場に立って考えるとか、あ、松浦さん嬉しいんだ。毎ちゃんこれ松浦さんにシェアしといてください、動画。あの、あ<ー>出てますよ、ま、つって。 はい。あ、あ、あさって会うんで伝えときます。<laughs> 多分喜ばれるんじゃないですか。一番こだわったリフォームのポイント、えー、バージョンアップしたと、あ、一番こだわったリフォームのポイントは収納。そうでしょうね。あの、i エリアだから。やっぱ、1800を1950にしたとはいえ、やはり収納をいかに効率よくできるかっていうことっていうのは、基地も洗面も、そのマンションの、えー、狭いスペースの中にもどうやってって工夫が、これなんかリフォーム面白くないですか新築でああいうのしないですもんね。 いや、これぞリフォームの醍醐味ですよね。工夫満載。で、バージョンアップしたところガスコンロの、ガスコンロのグリル機能が素晴らしくいい。うん、これ、それゃいいですよ。これ、これ、めちゃくちゃいいコンロじゃないですか。はい、あのタッチしてこうクリ、回すやつですよね。<laughs> うん、だから、逆にグリルもいろんなグリル焼けるし、やっぱグリルが楽だとお手入れ性もいいし、いいですね。こちらの方、ポイントかと思います。で、ステンレス天板もかっこよくないですか いやステンレス天板かっこいいですしもう汚れ気にせずガンガン使えますからね最強ですよねうん、いやこの薄い見つけのステンレスですわかります、うん、昔は結構厚ぼったかったりしたんですよね柄も柄もこれバイブレーションなのかななんかちょっと綺麗ですよね見た感じね普通のツヤないですね,そですねおそらく、うん、多分傷がつきづらいあ、目立ちづらいやつになってるんだと思いますよね。ですね、うん、リフォームを完成して気づいたことは他の方に向けた アドバイスありますか自分を信じること。いろいろ迷うこともありますが、自分がいいと思って決めたことは後悔しませんもう本当、えー、日本旅で10人トイろって言ってますけどもあの、まさにここじゃないかなというふうに思います。で、えー、ありましたね、シャンプー。山田さん、リンスなんですがね、あの、<laughs> むつみさん曰く、山田さんのシャンプーにバッグに。 なんでしょう。山田さん、あ、LINE が来たんですよ。山田さん、こんばんは。遅くなりましたが、ビフォーアフターレビューを送らせていただきました。ありがとうございます。もう皆さんの本当はビフォーアフターでこのチャンネルできてますので、今見てて、えー、何かもう、私が送っていもう送ってくれないとチャンネルがもう作れなくなっちゃいますの、ね、で、皆さん、アンケートもかって欲しいですね。よろしくお願いいたします。こちらこそ。今回のリフォームで、山田さんがバッグについているシャンプー、リンスね。え、リンス。 あ、山さんリンスっていうのがいいかもしれませんね。あッピーアツ。ハたんだ常にあり、いつも安心感でいっぱいでした。ありがとうございます。別にでも特段いるだけで何もないんですけどね。あの、何かしてるわけじゃなくて。お忙しい中、うん、いろいろ質問にも答えていただきありがとうございます。おかげさまで不安なく進めることができました。本当にありがとうございました。満足度マックスです。<laughs> 素晴らしい。よかったですね。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブック。こちら、リオナビンマップに沿っていただいて。だから、 このむつみさんもショールーム先に見てね、じっくり見てるからこそこういった形になって、希望の商品決まり、自分のイメージがあって、その上で、その上で、リフォーム会社を選びました。で、現地調査をして、見積もり検討、そして、え、者さんとの相性で、こちらの方を決めていく。これが一番理想かなというふうに思いますね。そのためには自分の軸を持つということで、リフォナビ、ラシン版、軸シート、こんな記入例、さらに各種、チェックシート、チェックシート、チェックシート。まあ、実際で、 何か問題があって、リフォームぐらいの感覚。だからこそそのチェックシートでしっかりと押さえていきましょう。知っておくべき大切なこと。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックでした。お迎いおすすめです。リフォームした人。 同じ悩み、検討中。他の人の質問、YouTube では言えない話、個別アドバイス、こちらの方のオフ会でお届けさせていただいております。娘さんもオフ会出てましたので、またぜひ参加いただければと思います。LINE 登録で定期的にプレゼントを配信しています。まずは、まずは QR コードを読んでいただいて、山さんとお友達になっていただいて、コメントスタンプくださいね。それで、あなたはリホトも、リホトものはどんどん広げていきたいと思います。 はい。まえちゃん、いかがだったでしょうかまあ、今回は、えー、リフォンナビサービスのご、えー、ご縁結びで、えー、工させて、えー、ご紹介を、えー、ビフォーはアフター、見ます、えー、見ていただきましたが、何か全体として、キッチン、何かありますか いやそうですね、私もですね、あのー、最初にお会いしたときに、ねあのー、たくさん話が盛り上がって、あの松岡さんが帰った後も1時間ぐらいずっと話してたりとかです、ね、<laughs> で最後、写真撮っていいですか <laughs> 写真撮ったりとかいろいろ感慨深いです、ね。で色のあのー 相談とかね、カラーコーディネートの相談とか、クロスの相談、アクセントクロスだったり、パネルの相談だったり、いろいろこう、一緒に作り上げた感じがあるので、あの、見れて本当に感慨深いですね。はい、あ、わかりました。だからそういう面で言うと、山さんいっぱい LINE で質問してるじゃないですか。で、何回もやるじゃないですか。で、ビフォーアフター来るじゃないですか。もう来た時、感慨深いですもん。あの時のあの相談がこうだったんだ。だから自分がリフォーム営業離れてるけど、なんか自分で作った感すごいあるでしょ。まあ、じゃあ行ったからなおのことありますよね。 はいあの色は迷ってたんですけど、あのとてもばっちり、どれもかっこよかったですねでもまさか洗面化粧であんな逆とかね。あれすごい。うん。ということで、ぜひ、えー、いろんなあなた自身のアイディアをほかにシェアシェアしたいと思います。普通のやつでもいいんです、普通のやつでいいんです、そこにも、ね、絶対何かのエッセンスありますけど、拾って、拾って、広げて、広げてやっていきますので、ぜひ、レフォナビにビフォーアフターシェア、それからアンケートもぜひいただくとね、あなたの本当のいろんな気持ちなんかも分かってとっても嬉しいです。いきますよ。 せーの必ずできる、てらっしゃい,いや、シャンプー、リンス、リンスになりたい。